こんにちは、ガルゴと申します。はい、ではね、中国史攻略続きをやっていきましょう。で、前回はね、漢の前半の国、の、6代慶帝までをやりましたね。で、その続きをやっていきましょう。で、今回やるのがもう前漢一番強い皇帝、武帝の時代です。で、前回説明しなかったんだけど、武帝の横に ⑧ ってあるよね。これっていうのは7代っていうことね。7代目の皇帝が武帝ですよって意味。だから前回さ、慶帝の場合だったら横に ⑥ って書いてあるでしょ。だから、慶帝は6代、また皇祖は ⑧ って書いてあったよね。つまり初代ってことね。 OK ですかね。はい、で、武帝の話をやっていきたいんだけど、外政と内政にいつも通り分けて考えていこうかな。で、まず外政、めっちゃあります、覚えてもらいたいこと。全部ね、大きく分けて5つだね。5つに分けてあります。はい、ではまず1つ目、これ難しいね。長剣を大月市に派遣、強度を挟み撃ちと。またもう1個やっちゃうぞ。衛星核挙兵が、による強度の討伐。どっちも、こいつら異民族、強度の話です。ちょっとね、地図確認しておこうか。まあこれ中国あるとすんじゃん。これ前漢ね。で、この時代ね、ここら辺に強度がいたわけよ。ここら辺に、で、こいつらを攻撃、しようっていう話で、まあ、衛星核挙兵は強度を討伐したと。で、さらに、一つの方面からさ攻撃するのと挟み撃ちするの、どっちの方が効率がいい？挟み撃ちする方が効率がいいよね。ということで、長剣さんをここら辺にいるね、大月市さんっていうところに派遣して強度一緒に攻めましょうと、いう話をしたんです。ちなみにこれ、失敗しました。ここまで覚えておいてください。これは失敗。長剣を大月市に派遣したんだけど、大月市は強度を攻めなかったんだよね。まあこれは覚えておいてねと、いう話です。地図一応確認しておいてください、資料集でね。はい、続き3つ目、南越かっこベトナムのことねを滅ぼすと。で、日南軍など9軍を設置しました。また4つ目もやっちゃう。4つ目、英氏朝鮮を滅ぼす。つまり A さんっていう人が、治めている朝鮮ね、今でいう北朝鮮と韓国のところね、を滅ぼして、学老軍など4軍を設置しましたよという話です。ちなみにこれ英氏朝鮮は A マンっていう人が建国しました。で、この2つで注意してもらいたいのはここね、ちゃんとね、何軍が代表なの、何軍設置したのっていうのをちゃんと区別できるようにしてください。またほら、秦の時代さ、秦の時代ね、こうだよな。秦の時代にさ、河南っていう場所、まあ、中国の南だ、そこをさ攻めてさ、何軍か設置したよね。何軍設置したか覚えてる？3軍だよ。大丈夫かい？3軍設置したよね。また代表軍って何か覚えてる？大丈夫？南海軍だよ。このね、秦の時代の河南滅ぼして3軍設置して代表軍は南海軍っていうのと、この2つの見極めちゃんとできるようにしてください。よく出るよ、入試にね。はい、 OK かな。はい、この話はここまでにして、続けて5つ目、まあこれはね、まあそう、まあ、たまに出るかなって感じなんだけど、李光李さんの、フェルガナ遠征、李光李さんをフェルガナ大遠ってとこに、派遣しましたよっていう話です。で、なんでかっていうと、間欠馬、汗を、ごめん、血を汗のように流す馬を求めて、遠征させました。で、この間欠馬ってのはめっちゃ速いから皇帝は欲しいっていう話なんで、これは大丈夫ね。ちなみに、フェルガナっていうのはここら辺です。ここら辺です。あ、まあこれね、超なんかシンプルに書いたんで、あの資料集とか見て確認してください。大丈夫ですかね。はい、これが外政で覚えてもらいたいことだ。で、続けて内政をやっていきたいと思うので、内政も、結構ね、武帝は覚えることがあります。で、まずちょっと考えてもらいたいのね。
武帝ってさ、めちゃくちゃ戦争してんじゃん。郷土滅ぼしたり、郷土を討伐したり、ベトナム滅ぼしたり、朝鮮滅ぼしたりとかさ、してんじゃん。したら何必要になる？何が不足する？金不足になんない？金が足りないでしょ。ということで、武帝さんはね、金を、つまり、国に入る収入を増やそうとしたわけです。で、それが、やったこと、お金に関すること4つやりました。1つ目、塩、鉄、酒の専売。専売っていうのは国が独占して売ることね。商人には売っちゃいけませんよと、勝手に、という話です。まあ、塩、鉄、酒っていうのは絶対に生活には必要なものだったから、これを独占して売っちゃいましょう。そうすればお金儲けするよねっていう話です。続けて2つ目、御主船の鋳造。鋳造っていうのはお金を作ることな。これ御主船っていうのはお金のことで、まあ、これで注意してもらいたいのは、秦の時代に作ったお金と区別ちゃんとしてほしいってこと。秦の時代に作ったのって何船か覚えてる？大丈夫？半量船ね。半量船と、線書かないね。半量船を作ったのと、秦は半量船、漢は御主船、この区別ちゃんとしてくれと、いうことです。続けて残り2つ、これがね、経済、この武帝の経済政策で結構重要なやつ。1つ目、金融法。特産物を不足地へ転売すること、これね、これで何起きるかっていうと、特産物を不足地へ転売するんだよね。したらこの間で物資っていうものが流通、つまり流れるよね。その間、その物を運ぶ商人であったりとか、まあまあその途中の町で売る人とか、その間の過程において商業ってものは発展するよね。商業発展したらもちろん国に入るお金は増えますよねという話です。それが1つ目、金融法と。続けて2つ目、標準法。これ豊富な時に、お米だったりとかを貯蔵貯めておいて高くなったら売る。つまり高くなったっていう時はどういう時かっていうと、みんな大丈夫？どんな状況？高くなっちゃうっていうのは、もちろんお米が、例えばね、お米がなくなった時とかね、お米が全然取れなかった時とかね、そういった時に、高くなるよね、お金はね。その時に売るという話です。まあ豊富な時に貯蔵して高くなって売る、こういうことをすると、まあ飢餓とか起こんないよね。だってこう貯蔵したんでしょ、それ売ればいいじゃん。そういった飢餓がなくなればもちろん、国は安定するんだから、長い目で見たら国の収入っていうのは増える、増えないって言ったら増えますよねという話です。それが金融法、標準法という話でした。これが、以上が経済政策の話です。はい。でね、内政、もう一個覚えてもらいたいことが超重要だね。東中女、東中女さんによる長距離船や儒学の漢学化というもの。まず儒学の漢学化からいこう。この東中女さんっていうのは儒家、見て大丈夫ね、儒家というものだったんだ。で、この武帝の時代に儒学、儒家が学んでるやつね、を国の学問にしましょう、ということで漢学化したんですよっていう話です。で、じゃあちょっと復習な、秦の時代っていうのは儒家じゃなくて何かの思想を、メインにしてた。覚えてる？法家だったよね。法家、はい、法さんね、これね。でこの法家の、考えとかが、この時代までずっとね、続いていたんだけど、武帝さんの時代になってで、儒学を漢学化、儒学をメインにしたっていう話なんだ。これはまあ覚えておいてください。で、もう一個が東中女さんの覚えてもらいたいこと、長距離船というもの。これ何かっていうと、地方長官の推薦によって管理、つまり、役人さんを雇いますよ、という話です。でこれを考えるのね、ちょっとね、まずこの時代の社会についてちょっと考えよっか、ちょっと考えましょう。これに消します。でちょっと復習、春秋戦国時代まで戻りましょう。春秋戦国時代、農業において2つの重大なことが起こりました。覚えてますか？覚えてますか？まず1つ目、牛耕。覚えてるかな？
続けて2つ目、結成農具。というものができたんだよね。その結果農業力っていうのは上がったんだったよな。で農業力が上がったらもちろんその時代話したけど農民の生産、ごめん農民の力っていうのは増えた増えてないって言ったら増えてたよな。で、そのね農民の力が増えたことによってこの秦漢の時代においての、国の基礎となる人々っていうのは農民になったのね。一人一人の農民がこの秦漢っていう秦ってね前回の漢な、国な、国を支えていたのな。でまあいろいろと、まあ、まあ農民さんがいるわけじゃん。まあこれ土地を治めてたとしようよ、まあこんな風にね。でさ、まあ、まあ常識的に考えて、まあ、ちっちゃい農家もいれば大きい農家もいるよね。土地を治めてる、土地を大きく大きい土地を治めてる農家さんもいるよね。でこういった大きい土地を支配してる人を豪族っていうんです。豪族、豪族です。でこの豪族さんたちがさ、この長距離戦の時悪いことすんのよ。地方長官に賄賂送っちゃうのよ。したら地方長官誰推薦するって、豪族の息子推薦しちゃうよね、役職に。でその結果国っていうのの国のその役人の力っていうかね、国を支える役人の力っていうのはもちろん腐っちゃうよね、まあ衰えちゃうよねっていう話で、武帝さん以降漢の国の政治力、役人の腐敗度っていうのは下がっていきます、下がっていきます。これは長距離戦で覚えてもらいたいことです。でこんな風に、漢っていうのは衰えていっちゃって、でね、まあそんな風に漢がさ衰えていって、この役人がなんか悪くなっていったらさ、もちろん皇帝の力っていうのも弱くなるよね、という話で、その弱くなっている過程で、外戚や宦官の争い、というものが起きていきます。外戚っていうのは皇后、つまり皇帝の奥さんのね、親戚のことね、や宦官、宦官っていうのは高級、つまり、皇帝の、奥さんたちが住んでる宮殿で働いてる役人さん、その人たちは権力を争って、争っちゃって、漢はさらにどんどん衰えていってしまったと、でその中で外戚の一人王毛さん、これ王毛ね、王毛が秦っていうものを建国して、まあ、全漢を滅ぼしてしまったという話なんです。でこの秦の時ね、王毛さんね、周って覚えてる、周昔の国だね、殷の次の国、周の時代の政治をしようとしたのね。ただしさ、この時代ってさ実力第一とかの時代じゃん。そういった実力第一の時代にさ昔の周の時代の政治持ってきたらさ、反乱ってのはどうよ、起きそうじゃない、ということで、まあ、実際に起きちゃって、ちょっとごめん、これ汚くなってるな、もう一回書くな、赤壁の乱っていうのが起きたと。っていうのが起きちゃって、秦も23年に滅びて、次、まあここをね、まあ、書かなくてもいいけど、後半の漢、交換というものが秦の次に始まりますという話です。はい、ではね次はね、今書いた後半の漢、交換についてやっていきましょう。ではありがとうございました。